プロ野球結果、ヤクルト勝って、交流戦単独首位守る。2022年6月9日。プロ野球は9日、交流戦6試合が行われ、ヤクルトが勝って、交流戦11勝4敗で単独首位。阪神とソフトバンクが9勝6敗で2位に並びました。ソフトバンク対阪神は、ソフトバンクが4対0で勝ちました。 ソフトバンクは1回、中村明選手の内野ゴロの間に先制。3回にグラシアル選手、4回に牧原大成選手のタイムリー、5回にはデスパイネ選手の2号ソロでリードを広げました。先発の冷凍投手がヒット5本に抑え、4勝目を完封で飾りました。阪神は2試合連続15回目の完封負けを喫しました。楽天対広島は楽天が四対一で勝ちました。 楽天は4回、武藤選手の犠牲フライと西川選手のタイムリーで2点を先制。8回には武藤選手の2点タイムリースリーベースで追加点を挙げました。先発の岸投手が7回無失点で5勝目。12球団すべてから勝ち星を挙げました。広島は9回に1点を返すのがやっとで、今シーズン初めて勝率5割を下回りました。 オリックス対ヤクルトはヤクルトが2対1で勝ちました。ヤクルトは2回内山相馬選手のタイムリーツーベースと奥村選手のタイムリーで2点を先制しました。先発の石川投手が5回1失点で3勝目を挙げプロ通算180勝。また交流戦通算27勝で単独最多となりました。9回を占めた今野投手がプロ初セーブを挙げました。 オリックスはチャンスを生かせませんでした。西武対巨人は巨人が4対3で勝ちました。巨人は1対1の5回、岡本和馬選手とウィーラー選手のタイムリーで2点を勝ち越しました。そして7回には立岡選手のタイムリーでリードを広げました。先発の赤星投手が5回1失点で3勝目、大勢投手が21セーブ目を挙げました。 巨人は連敗予算で止めました。西武は先発の墨田投手が5回途中3失点でプロ初登板で勝ち星を挙げたあと7連敗です。ロッテ対中日はロッテが2対0で勝ちました。ロッテは2回に山口選手の5号ソロで先制し、7回には小木野選手のタイムリーで1点を追加しました。 先発のロメロ投手は8回をヒット5本無失点の好投で4勝目を挙げました。ロッテは4連勝です。中日は先発の松葉投手が7回途中まで2失点と粘りましたが打線の援護がありませんでした。中日は3連敗です。日本ハム対 DNA は DNA が4対2で勝ちました。 DNA は1対2の5回に桑原選手の1号ソロで追いつき、8回に牧選手と宮崎選手の連続タイムリーで2点を勝ち越しました。7回にアウト1塁2塁のピンチを氷リリーフでしのいだエスコバー投手が2勝目を挙げました。日本ハムは4人目の玉井投手が打たれました。プロ野球ヤクルト石川が交流戦通算27かじめ単独最多。 2022年6月9日、プロ野球、ヤクルトの42歳のベテラン、石川正則投手が9日夜、京セラドーム大阪で行われたオリックスとの試合で勝ち投手になり、交流戦での通算勝利数を単独最多の27勝としました。プロ21年目で42歳の石川投手は、 ここまで交流戦での通算勝利数が26勝でソフトバンクの和田剛投手、それに元巨人の杉内敏也さんと最多に並んでいました。石川投手は9日夜、京セラドーム大阪で行われたオリックス戦に先発し、立ち上がりから低めにボールを集め、ベテランらしい巧みな投球術で序盤を無失点に抑えました。 2点リードの4回にヒットとデッドボールで2アウト1塁2塁のピンチを招きタイムリーヒットを打たれて1点を失いましたが後続を抑え5回を投げ5安打1失点で勝ち投手の権利を得てマウンドを降りましたこの後チームはリリーフ陣がリードを守って2対1で勝ち石川投手は交流戦での通算勝利数を単独最多となる27勝としました また、プロ通算の勝利数は180勝になりました。石川投手はこれまでにたくさん投げさせていただいた分、たくさん負けて悔しい思いをしたが勝ててよかった。うちのリリーフ陣は素晴らしく信頼して見守っていたと話していました。 また、ヤクルトは交流戦で単独トップに立っていて、優勝に向け、次のカードで最後になるが、チーム一丸となって、しっかりとした戦いを見せたいと意気込んでいました。プロ野球楽天丸が、12球団すべてからの勝利を達成。2022年6月9日、プロ野球楽天の騎士高幸投手が、 9日夜、仙台市で行われた広島との試合に先発し、7回無失点のピッチングで勝ち投手となり、12球団すべてからの勝利を達成しました。プロ16年目で37歳の士投手は、これまでセリーグの広島を除く11球団を相手に勝利を挙げていましたが、広島には11試合に先発し、0勝8敗と勝っていませんでした。 9日夜、仙台市の楽天生命パーク宮城で行われた、広島との交流戦に先発した岸投手は、立ち上がりからキレのあるストレートを軸に、コントロールの良い,いピッチングを続けて、7回を投げ、無失点に抑えました。チームは4対1で勝ち、岸投手が12球団すべてからの勝利を達成しました。岸、やっと勝てた。 試合後、騎投手はヒーローインタビューに対し、やっと勝てたと笑顔を見せました。その上で試合を振り返り、7回に満塁のピンチがあり、ここで点を取られたら、次は何年後に広島と対戦できるかわからないし、対戦せずに終わる可能性もあるから、何としても抑えようという気持ちで気合を入れた。ストレートが甘くならないよう、自分を信じて投げて、ちゃんといいところに投げ込めた。 ゼロに抑えることができて本当に嬉しいと話していました。